皆さん、お元気ですか？ヨゼフです。今回のテーマは、英語学習と音声学です。では、始まり。私はですね、1955年生まれで、昔ながらの大学受験英語は得意なのですが、英語のリスニングは不得意です。大学には3回入学しましたが、一度もリスニングの試験は受けたことがありません。10年以上前の話ですが、これではいけないと思い、リスニングが重視されている TOEIC、L&R を連続して受けました。かなり真面目に練習したのですが、どうしてもリスニングの点数が伸びず、受けること自体を諦めました。その後もですね、リスニング力を上げるための練習方法についていろいろ考えています。もともと理屈が大好きなので、どうしても音声学に関する知識が気になってしまいます。リスニング力が低いのは、音声学的な知識が不足しているからかもしれないと悩んでしまうわけです。悩んでいる暇があれば練習しろと言われるかもしれませんが、先日、英語音声学入門という本を図書館から借りてきて読んでみました。1998年発行の本で、カセットテープが付属しているはずだったのですが、そのカセットテープは借りておりません。さて、その英語音声学入門という本はですね、基本的には発音記号を使って説明してありまして、実際の音はカセットテープを聞いて確認することになっているのですが、一部分、発音記号だけではなくて、カタカナを使って説明しているところがあります。以下、そのカタカナを使った説明の部分を紹介していきます。丸1、ウォーラー。丸2、マラー。丸3、ヘルプ。丸4、ミルク。丸5、バウブ。丸6、バウブ。丸7、セルフ。丸8、フィウム。丸9、キャトー。丸10、セトー。丸11、ミドー。丸12、アイドー。丸13、チャノー。丸14、シグノー。丸15、リル。丸16、バル。もう一度番号が1番に戻って、単語と単語がくっつくような、発音についての説明もカタカナで書いてありました。丸1、ターンアウト。丸2、in an hour。丸3、take it。丸4、put out。丸5、once upon a time in America です。まあ、正直な話、カタカナを使った説明はなんだかほっこりしてしまいます。いくつかちょっと私の感想を述べさせていただきたいのですが、丸4のミルク。日本ではですね、牛乳をミルクと呼んでいますが、英語の発音とは異なるので、ほとんどの英語話者はミルクが牛乳であるということに気がつかないというふうに昔本で読んだ記憶があります。15番、リル。これはそれほど難しくないので、自分で言うのも聞き取るのも何とかできる、そういう音の変化ですね。続いて、単語がくっつく方ですが、丸2の in an hour。最近、私はこのような音の変化に取り組んでいますが、ま、少しまだ難しいように感じる場合が多いです。丸5、once upon a time in America。まあ、産後くっつくぐらいでもかなり難しく感じるのですが、丸5に関しては4語もくっついているので、ちょっと私の限界を越してしまうな、というような、例でした。さて、英語音声学入門という本は、とても真面目な内容ですが、なぜか、英語ではなくて日本語について少し説明も載っています。以前から私が気になっていた日本語のうんの発音についての説明がかなり詳しく載っておりました。で、丸一の三、丸二の三匹、丸三の三度、丸四の三回。これ以上4つの日本語のうんの音が違うことがかなり詳しく解説されています。さらに、日本語のうんの音は、ここに挙げた4つ以外にも存在するが、説明が複雑になるので、本書では扱わない。詳しくは、英語音声学を参照されたいとあります。また、本の最後に載っている参考図書の
一般音声学の欄の最初に日本語音声学入門という本が紹介されており、音声学の研究はまず自国語、つまり日本語の音声を知ることから始まる。本書は日本語を中心とした一般音声学の入門書で、まず最初に読むことを勧めるとあります。あまりにも当たり前のことがはっきり書いてあり、納得しました。小学校、中学校、高校で日本語の音声についてほとんど学ぶことなく、英語の音声を習得するのは無理な話だというふうに私はとても感じております。で、学校、英語教育に期待するのは間違っていると思うんですね。日本語の音についてすらよく知らない中学生、高校生に、いきなり英語の音について教えるのも難しいですし、学ぶのも難しい。まあ正直まして、教える側もよく知らないというのもありまして、かなり難しいというふうに感じてしまいます。さて、本を読み終わった後ですね、一応理屈は少しだけ分かったので、無駄ではなかったのですが、この英語音声学入門を読んだからといって、すぐにリスニングは得意になるはずはありません。この本を教科書として、まともな先生から教えてもらえれば、効果があるのかもしれませんが、基本的には発音方法が載っているだけなので、正しい発音方法を学習した後猛練習しなければリスニング力向上は難しいのかもしれません。以上、自分の能力不足と努力不足を棚に上げて不平不満をぶちまけてみました。 YouTuber の中にはですね、英語の音の変化について詳しく説明している人もいます。紙の本でそれらの音の変化についての学術的な根拠を調べたかったのですが、うまくいきませんでした。一通り目を通した程度なので、あまり偉そうなことは言えませんが、もっと優しく分かりやすく説明している本があれば良いのになぁと、ないものねだりをして終了です。最後にですね、ちょっとだけ言い訳させていただきますと、一応私はですね、英語の教師の免許も持っておりますので、建前上音声学的な知識も少しはあるということになっているのですが、いざ英語学習に結びつけて考えたときに、圧倒的に知識は不足しております。で、どこかに何か本当に良い本ないかなとかなり探した結果、まあ図書館で書いた本をちょっと読んでみただけなのですが、今までにも実は何冊か目を通したことがありますが、これさえ分かれば英語学習にとても役立つというような本がないのが現状というふうに感じておりまして、すごく残念という結果になってしまいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。